が作曲したティンパニ独奏のための小曲集。この中の6つは1950年に作曲され、残り2つは1966年に付け加えられた。組曲というよりは作品集という色が強く、それはカーター自身がこの作品について同時に4つ以上演奏することを推奨していないことからも伺える。カーター自身はこの作品を テンポの変化と4音の響きの練習曲として作曲した。しかし、叩く場所を変える、マレットの裏面で叩く、グリッサンドなどの特殊奏法が用いられるほか、普段はあまり用いられない、テクニックなどが要されることもあり、その側面が目立ってしまっているのは否めない。スペイン語で、矢を意味する、この曲は、アンダルシア民謡にちなんで名付けられた。リズムの加速が特徴的である。 常に一定のリズムの上を駆け抜ける曲。ラタン柄の特殊なマレットを用いる。1966年に作曲された。ペダル付きティンパニのために書かれ、クリッサンドやビブラート等、ペダル付きティンパニの可能性を探るような作品である。叙情的でゆったりとした曲である。2大同時に取れもろする、叩く場所を変える等の特殊奏法は特に多く用いられている。 一オクターブより離れた音程に調律し演奏する曲であり、押さえつけるような奏法やテンポ感の目まぐるしい変化が特徴的である。1966年に作曲されたこの作品はスネアドラムのスティックを用いて演奏する。メロディックだがペダルの調整が頻繁に必要な曲である。バロック時代のフランスの踊りに影響を受けている。踊りのリズムが異なるテンポで、 対位法的に展開されている。行進曲という名前であるが、対位法的作品である。具体的には、あるテンポで行進曲のリズムが演奏されているが、その一方で、異なるテンポで行進曲のリズムが互いに異なるマレットで、片方のマレットは表面、もう片方は裏面で演奏する。8つの中では、演奏頻度も高い。ありがとうございます。